3月です。はい、3月15点からじゃあどれぐらい変化があったのか見ていきたいと思います。で、今はどういう感じで勉強してますか。はい、じゃあ結果いきましょう。はい、受けて、はい、どうだったのか、どうぞ。よし、受けた。そうで始まりました、もちちゃんです。さあ、今回はですね、はい、トイックプロジェクトの皆様です。はい、頑張れです。ちはやです。はい、山部がですね、インターンシップに行っていなくなりましたので二人、まあそんな中ね、エンジテアが始まったりとか見ました。エンジテアの動画、アイドルの子。はい、そうそうそう、ない見てないです。エンジテアがトイック受け始めたりとか、あとハセンさんがね、受けたりしてますんで、今点数みたいな、多分見た。なので、どれくらいだった720、うん、でしたけど、さあ皆さんはどうだったのか見ていきます。もう千早は欠席がだいぶ続いたので、もうもはやいつのやつですか。3月です。はい、3月。その前は何点ですか。まあ、その前は12月に受けて715点でした。はい、ああ、なるほど。715点からじゃあどれぐらい変化があったのか見ていきたいと思います。はい、じゃあ結果いきましょう。こちらです。お、え、何点？え、あ、見えない。下がってる !710 はい、380の330、はい、ということでした。はい、え、手応え的にはどうでした？リスニングが、はい、ちょっと意識が飛んでしまって、はい、パート3、はい、パート3のところ大門3つぐらい丸ごとちょっと意識飛んでたと。あらららら、わー、確かに長めのやつがえらい低いところがありますね。全体的に高いっすね。いやいや、高いとは言わない高いとは言わない、これ全体的に高いとは言わない。全然満足しちゃいけないですね。まあ、短い方が平均66に対して88で、ここは大丈夫です。次ですよ、長めの会話の明確に述べられている詳細のところは平均56に対して47ですから、これは低いですね。800を目指す人の割合ではございません。はい、で、短い会話アナウンスナレーションのやつが93いってますから、やっぱもうパート1、2の方はだいぶ高く取れるって感じですね。で、長めのものに対して詳細の方が75、だ、文脈推測のやつが引き低い。で、目的意図が平均61に対して67と。あー、なるほどね。ここもまだ、まあ、特に3、4のなんでしょうけど、パート2のも落としてるだろうなって感じですね。いやー、これパート3、4なんとかしないといけないじゃないですか。やばいですよ。どうすればいいでしょう。やばいですよ。そんな、だって聞いてたのをもう喪失して忘れちゃうパターンなんで。そうなんです。そこなんとかしないといけないですね。で、まあ、そういうやばいのはリスニングとね、はい、思いきやリーディングも。リーディング。恐ろしいことになったんですけど、はい、文章中の情報をもとに推測できるが、平均48に対して38ですよ。そうですね、えらい。前回が61あったのに、なんで、まあ、38っていうのはそれで、前回が61に対してだいぶ減ってるので、はい、これは何が起こったんですか。記事問題を飛ばした上で、うん、全部解けたのが173か4とかそれくらいまでしかいかなかったんですよ。はい、なので20何問はほったらかしてるわけですね。はい、塗り絵しました。はい、具体的な情報64、うん、関連付け57、まあまあ平均近く で語彙は83で、文法は95と、うん、これ56にやっぱ時間かけすぎてるってことですか。56、そうです、20数分、25分までかかってないですけど、はい、23、4分くらいですか。ああ、なるほど。それではかかりすぎですか。かかりすぎ。何分で解くか知ってますか。パート5、パート5は10分で、6が8分とかですか。56で15分。ああ、まあまあまあ、それぐらいですね。はい、それぐらいで解かないといけませんので、20何分かかってはいけませんので、もっと縮めないといけないですね。はい、あー、なるほど。5は結構できるようになったんですよ、うん、10分とかで。で、6に結構時間がかかっちゃう気がしてて、うんうんうん、文脈ですね。はい、治療できるようになるかっていうのは、うん、まあポイントでしょうね。わ、うん、かりました。はい、がんばるさんは前回いつでしたっけ。前回2月26です。はい、2月26で560です。はい、560点から。はい、そして受けたのが今回6月の10。はい、6月受けて、はい、どうだったのか、どうぞ。出しますね。はい、はい、じゃあ行きます。はい、はい、お、上がった。上がりましたね。665点ということで、はい、
分かりました。リスニング340、リーディング325、はい、ということで100点アップですから。この前、630取った時も私、うん、リーディング300行ったことな多分なくて、多分初めて300台行きました。なるほど、それは進歩ですね。じゃあ、はい、見ていきましょう。はい、リスニング、この短いやつの推測が平均61に対して63で、次長めの会話が、あら、平均63に対して53、なんかさっき見たようなやつになってますね。はい、長いやつがやっぱ苦手なんでしょうね。で、短いやつが平均78、高いな平均に対して80、と長めの会話ナレーションが71が平均に対して74、意図暗示平均が56に対して53だから、やっぱまだパート3-4はまだ戦えてなくて、パート1-2もまだ落としてるって感じですね。まあ、特に2も暗示を落としてる、あの変化球ですね。リスニングはあんま伸びてないですね全然、うん、それに対してリーディングはじゃあ伸びたってことですね。まあこの前よりかはマシですね。はい、推測が61平均に対して77ですから、ここ上がってますね。具体的なやつがね、58平均に対して54なんで、ここまだですね。で、照らし合わせが59で65、はい、で、語彙が62に対して64、ここですね大問題、語彙が低すぎる、64はダメです。はい、文法は68に対して84、まあこれももうちょっと上げなきゃいけないですね。なので、まあ一番の課題は語彙じゃないですか。前回語彙は、前回語彙めちゃくちゃやばかったですよ。ほら52だったんだね。52から64までは来たという感じですね。いやー、でもダメですね。ちょっと単語もっと鍛えてもらわないとっていう感じだと思います。頑張ります。今はどういう感じで勉強してるんですか？山部さんがサンタがいいって言ってたんで、ずっとサンタしてます。ああ、サンタトイックね、はい、はいはいはい、あればっかりやってました。はい、なるほど。単語はインフレとか、インフレもやったりしてます。他のやつやってない？他全然やってないですね。究極の模試600問でしたっけ、うん、はい、あれ買ったんですけど、まだやってないですね、うん、買っただけです。なるほどね、語彙の基礎力を何とかしなきゃいけないなっていう印象ですね。頑張ります。試合は何をやってるんですか？今ですか？はい、今はやってないかも。やってないだろ。やってないあるんですか？今、そうですね、3-4をやろうと思って友達に、はいはい、いや、友達にやろうと思って、友達に究極の模試みたいなのを借りました、はいはい、借りたんですね、はい、同じ究極の模試ですか？まだ、あ、なんか紫の青いやつ、青いやつじゃないの、究極の虫。600問です。紫は違う。あ、分かった分かった分かった。それパート別のやつですね。アルプの今日公式の、まあ、リスニングプラクティスとかね、うん、そういうのでもいいかもしれないですね。あ、でもそれは一番初めにやりましたね。トイック初めにやって、あ、まあ、難しくなってるんだね、トイック。難しいっすね。難しいっす。今のはレベルがだいぶ上がってるので、今後も頑張って取っていくということで。頑張ります。次回はいつですか？7月23、2週間後くらいのやつ、はい、受けます。ります。まだです。申し込んでない。だから申し込んでないということで、はい、じゃあ今後皆さんがどうなっていくのか期待しまして、はい、じゃあ頑張ってやってください。はい、はい、頑張ります。よいしょ、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちらトイック800点英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に皆さんからの個別メッセージには、僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。